皆さんは現在のデスクワーク環境に満足していますか？腰が痛いとか目が疲れるとか、もしかしたらいろいろな不満があるかもしれません。今回は僕が勉強からいただいたモニターとライトを使って目に優しい PC 環境を作っていきます。どうもこんにちは、うしゃスライムです。それではお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで今回は BenQ さんからこんなものをいただきました。 Stylish Monitor with IQ Technology、 そして Screen Bar Plus、 モニターとモニターライトです。今回はそんな BenQ の2つの製品を使って目に優しい PC 環境を作っていきます。それではまずこちらのモニター、Stylish Monitor with Eye Care Technology から見ていきます。目に優しいがコンセプトのモニターです。かなり落ち着いたパッケージですね。早速開封。内容物は本体、スタンド、台座、電源ケーブル、Type-C ケーブル、説明書。それではモニターを組み立てていきましょう。といってもめちゃめちゃ簡単。置きます。立てます。回します。出します。差し込みます。完成。というわけでここからはこちらのモニター Stylish Monitor with IQ Technology の外観スペックを見ていきます。サイズは27インチ、解像度は 1920×1080 のフル HD モニターとなっています。前後ろ横、前後ろ横、見た目はめっちゃ黒。背面には謎の加工が施されており、光沢感のある模様が入っています。ロゴはこんな感じ。下部分のベゼルは結構大きめです。スタンドはかなりよく動くので、上下の角度調節、左右の角度調節、そして高さ調節ができます。下はかなりスレスレまで下がります。スタンドはかなり軽い力で動きます。スムーズです。ピポット機能も搭載されているみたいです。ボタン類は右下についており、左端はマイクボタン、右端は電源ボタン、それ以外はモニターのメニューを操作するとき用のボタンです。こちらのモニターにはノイズキャンセリングマイクが搭載されており、ここのボタンを押すことでマイクのミュート解除を切り替えることができます。端子類は本体裏側に搭載されています。左からヘッドホン端子、HDMI 端子、ディスプレイポート入力端子、Type-C 端子、ディスプレイポート出力端子となっています。USB 接続は 60W 給電に対応しているため、ノート PC を充電しながら使用することもできます。ところで、こちらのモニターの名前には、Eye Care というワードがありますが、なぜ目に優しいのでしょうか？実は、隠れた優しさがいくつも詰まっているのです。まずは高度自動調節機能。こちらのモニターの前方には謎の突起物がついています。ここには光量センサーが搭載されており、こんな感じで周りの明るさを検知してくれます。この値に沿ってディスプレイの光量を自動で調節してくれるのです。さらにディスプレイにはフリッカーフリー技術とブルーライト軽減技術が採用されているため、長時間ディスプレイを見ていても目が疲れにくかったり、頭痛が起こりにくくなっていたりするのです。他にもカラーユニバーサルモードが搭載されており、モニターのメニュー画面から選択することで、いろいろな色覚を持つ人でも使いやすくなっているのです。すごいね。それではここからはモニターライト、スクリーンバープラスを見ていきます。早速開封。高級感がえぐい。全部出してみました。内容物は本体、リモコン、モニターにくっつけるやつ、説明書。本体はこんな感じの細い棒。この棒をこの部品に取り付けるとモニターに引っ掛けることができるようになります。早速取り付けてみましょう。本体と部品をくっつけたらモニターの上に乗せるだけ。映像はボケまくっていますが、こんな感じでモニターの縁を挟むように取り付けます。リモコンもついており、そこからは本体にぶっ刺す用の Type-C と給電用の Type-A の2本のケーブルが出ています。ケーブルを挿したらスイッチオン。めっちゃ明るい。リモコンには大きいつまみと2つのボタンがあり、つまみを押し込んでスイッチのオンオフができます。つまみを回すと明るさの調節と色温度の調節をすることができます。実はこちらのスクリーンバープラスも目に優しいモニターライトとなっています。それでは普通のデスクライトと何が違うのでしょうか。
それは光がディスプレイに反射しないという点。従来のデスクライトの場合、電気をつけるとこのようにライトが画面に反射してしまいます。そのため光源が直接目に入っているような状態になってしまい、眩しいと感じたり、長時間作業をしていると目が疲れやすかったりします。しかしこちらのスクリーンバープラス、驚くことに全く反射しません。横から見てもこの通り、ちょうどモニター付近に光が当たらず暗くなっているのです。この差は非常に大きく、作業をする際にスクリーンバープラスをオンにすると手元をしっかりと明るく照らしてくれながらも、眩しいと感じることは全くありません。おかげで快適に PC 作業を続けることができました。というわけで、2つの製品をそれぞれ紹介したところで、この2つを使用した環境を作ってみます。ノート PC を用意して、Type-C ケーブルで接続します。そして、スイッチオン、BenQ。というわけで、ノート PC を使用した、お手軽デュアルディスプレイ環境の完成。ケーブル1本でディスプレイを拡張しつつも充電ができるので、とても便利です。爆速で作ったので、配線は汚い。それでは最後に、僕がこちらのモニタースタイリッシュモニター with IQ テクノロジーとモニターライトスクリーンバープラスを実際に使ってみた感想をお話しします。まずはモニターについて、一言で言うと、これ一台で作業環境が整うという感じでした。もちろん目に優しいのも快適ですが、それ以上に付属のスタンドの自由度がかなり高いという印象を受けました。僕は普段の作業ではこんな感じのモニターアームというものをモニターに取り付けて使用しています。理由はモニターの位置を自由に調節できるから。 PC 作業においてモニターの位置、特にモニターの高さはとても重要です。モニターの位置が合っていない場合、姿勢が悪くなり首や肩が痛くなってしまうからです。しかしこちらのモニターに付属していたスタンドは高さ調節が自由自在、下はスレスレまで下げることができます。そのためモニターアームというツールを導入しなくとも快適な姿勢で作業することができるのです。また作業環境が整うという点ではマイクが搭載されているのも非常に魅力的。 PC 本体のマイクを使用している場合、マイクのオンオフの切り替えは意外と面倒です。しかしこちらのモニターはノイズキャンセリングマイクが搭載、しかも本体のボタンからマイクのオンオフを簡単に切り替えることができます。こちらのモニタースタイリッシュモニター with IQ テクノロジーはテレワークの強い味方でした。続いてはモニターライトスクリーンバープラス、こちらはシンプルに超使いやすい。先ほど光が画面に反射しないというすごいメリットを紹介しましたが、使用面でもかなりのものでした。まずは設置の簡単さ。よくあるモニターライトはこんな感じで引っ張り上げて直接モニターに挟むようなタイプが多いのですが、こちらのスクリーンバープラスはこんな感じでハの字型で挟み込むようなイメージです。そのため設置には全く力がいりませんし、かなり厚めのモニターであっても取り付けることができます。また使用面でかなり便利だったのがこのリモコン。通常のライトは本体にスイッチがついているため、電源のオンオフをするときには手を上げて見えないボタンを手探りで操作するような感じでした。しかしスクリーンバープラスにはこのようなリモコンがついています。これをデスクに置いておけば、本体にボタンがついていた時よりも圧倒的に手が届きやすくなりましたし、しっかりと見て押すことができるので操作が非常にスムーズです。これを覚えてしまったら今後リモコンがないライトは使えないかもしれませんね。というわけで今回は BenQ の Stylish Monitor with IQ Technology と Screen Bar Plus を使って目に優しい快適環境を作ってみました。どちらも我々の作業空間をワンランク上げてくれる製品でしたので、皆さんもぜひチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter とやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。